株式会社、友大局は、秋田県大選手の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。FM 花火の愛称でコミュニティ放送をしている。本社県演奏所2015年8月8日、秋田県6番目のコミュニティ放送局として開局した。愛称の FM 花火は、 大仙市大曲地区で毎年8月に開催される全国花火競技大会など花火の町であることが由来である。本社県演奏所は大曲駅前再開発地区大曲光を南外区の健康福祉棟1階に入居している。スタジオはガラス張りで大曲光を南外区の広場及び健康福祉棟1階に設けられている。 市民サロンから生放送の様子が観覧可能。なお、2015年10月までは、大選手大曲中通り町に本社兼演奏所を設けていた。FM によるサイマル配信をしており、パソコンスマートフォンを通じても聴取可能。コミュニティ放送局開局の1年前の2014年8月、イベント放送局が開設された。ステーションネームは現在と同じ。 FM 花火。周波数と空中線電力は現在のコミュニティ放送の親局と同一である。2014年8月上旬に試験電波の送信を開始。対局の花火ウィークにあたる同月17日及び21日から23日にイベント放送局の本放送を実施した。放送内容は大選手の姿勢情報、対局の花火ウィークに関連したイベントの生中継。 交通情報、駐車場の万、空情報、気象情報を放送。また、花火競技大会の実況生中継は、横手市のコミュニティ放送局、横手鎌倉 FM と2局同時生放送を行った。周波数は、すべて87、3M ヘルツ局のコールサインは、上手に BMFM、設置されている大平山には、 テレビジョン放送の対局中継局も設置ギャップフィラー。中継局は、大戦手が受信障害対策中継放送の制度により免許を取得2014年2015年2016年2017年自社。制作番組以外の時間帯は、ミュージックバードの番組を放送。祝日は平日朝、昼、夕方の自社制作制放送が放送休止となり、該当時間帯には、 ミュージックバードの番組が放送される。また、年末年始は生放送以外にもほとんどの自社、制作番組が休止となり、同様の編成となる。愛称は、FM 花火に、秋田県南日日新聞2014年7月4日、事務所棟など4施設からなる、南外区も完成、大曲り光をとして、来月3日にオープンセレモニー同場2015年10月13日、 FM 花火公式アプリが登場。FM 花火 FM 花火 Facebook、横手鎌倉 FM との同時放送の時間帯に限り、横手鎌倉 FM のサイマルラジオを通じて、エリア外からも FM 花火の放送が聴取可能だった。FM 花火 Facebook、ハット FM 花火 Facebook。 ハット ABCD 取得日は無選挙等情報検索結果平成30年1月6日現在による。ありがとうございます。